こんにちはデバイオラジオ部のしゅんです、えー、今日なんですけれども、えー、IT 技術ブログの前からですね運営している人と一緒にあのいい記事を、えー、ピックアップして紹介するっていう企画を、えー、お届けさせていただければと思います、えー、まずですねあのンの といいうものについてあのご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらはですねあのどなたでもあの投稿が可能な技術ブログとなっておりまして、で今回はですねそこの,その全農の中からいろんなブログ記事っていうのがこう投稿されている状況ではあるんですけれども、運営している人と一緒にですねいい記事っていうのをいくつか皆さんにご紹介をして,いただしていければというふうに思っています。それではですねまずあの運営している方を今回はあのゲストでお呼びしておりますので、先にご紹介させていただければと思います。そしたら和田さん、お願いできますか はい和田ですよろしくお願いしますありがとうございますはいよろしくお願いします和田さんじゃあまず最初にですね簡単にあの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかはいクラスメソッドに入社してからもともと AWS の開発を行っていたんですけどもあのクラスメソッドが全を買収しましてそれをきっかけにフリコミットしておりますはい、はいはい、和田と申しますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします はい、えー、それではですね早速、あの今回の企画の趣旨である、えー、とブログのその紹介というところに移らさせていただければと思うんですけれども、ちょっとまずは最初に1点、えー、注意というところなんですが、えー、今回はですね我々こう出てるる2人の方でですね、あの えと独自の観点っていうところで選ばさせてはいただくんですけれども、あの今回選んだものが、あのいわゆるこう完璧なブログであるとはあの僕ら2人とも思ってはいなくてですね、あの観点を変えると、またあの素晴らしいブログっていうのは他にはいっぱいありますので、えー、この企画を通していろいろ紹介をしていければなというふうに思っています。 で,ですねあの今回、打ち合わせの段階でえ結構、僕も和田さんもピックアップしたブログっていうのはいっぱいあったんですけれども今回の,その収録の,その動画の時間の関係上いくつか断念したものもあったりとかしますのでその辺もご了承いただければというふうに思いますはいじゃあですねまず最初にあのこれからブログのえ紹介をしていければと思うんですがそれぞれちょっとお互いどんな観点であのブログを選んだかっていうところを話していきましょうか。 で、えー、とちょっと僕の方から、じゃあまずはあのどういう観点であのブログをピックアップしたかっていうところなんですけれども、えっ、ー、とですねまずはあのシンプルに自分がこのブログめっちゃいいなと思ったものを選んできたっていうのはあるんですけれども、えー、と僕がこう選ぶだけだと、何て言うんですかね、こう偏りとかっていうのは出てきてしまうと思いましたので、前にはですねあの左側の方にハートボタンみたいなものがあって、そこでこう、 えっといいねっていうのを押すと、そのブログの評価っていうのはできるんですが、その中で結構、グッドボタンとか、あとは SNS でシェアされてたりとかっていうところで、評価を集められているかっていうところは、一つこう大事な観点として持っておきました。で、あとはですね、例えば、このブログはその AWS にめっちゃ詳しい人じゃないと分からないであったりですとか、すごくこう、普段から なんですかね特定の言語をこう触っていないと分からないとかっていうものではなくって、ある程度、IT エンジニアっていう所属であれば、誰でもこう参考になりそうなブログっていう、普遍性のあるようなものっていうのを、今回はピックアップをさせていただきました。なので、そういった意味だと、今回はあのいろんな分野にですねこう幅広く触れている、チップズ集みたいな感じのブログを選出させていただきました。 あとはあの、このブログを通して読んでみて、実際の,その実務だったりとか、現場で役立つとか、あとはまあ何かしらのヒントにつながるみたいなところになるんじゃないかっていう観点で、ブログを選ばさせていただきました。はい、僕はそんな感じの観点で選んだんですけど、和田さん、今回どんな観点でブログの選出をされましたかはい、そうですね。私は3点ありまして、1点目は、はい、まず自分の課題を解決してくれたものが、<laughs> やっぱりどうしてもひいきみに見てしまいます。わかります。はい それからもう一つは、まあ、読んだ時にこうスッと自分の中に入ってくるっていうニュアンスで日本語がすごく美しいものはいはい、はい、そして三つ目が、まあ、誰が読んでも同じように解決できそうだっていう再現性が高いことをこれを軸に選びましたはいありがとうございますまあでもやっぱそうですよねこう 見てこう助けられた技術ブログってこう今回の動画を見ている視聴者の皆さんもあると思うんですけどどうしてもなんかそれをこう選んでしまいがちというかいい気分に見ちゃうっていうのはすごく共感できるなとうう思いましたありがとうございますはい、はい、じゃあですね僕の方からじゃああの今回ピックアップしたブログっていうのを紹介させていただければと思うんですけれどもまず僕がピックアップした最初のブログはこちらですねはい、えー、最近気に入っている OSS を淡々と紹介する っていうブログがです、ねえー、と確かこ、去年の年末くらいかなに出されたブログなんですけれども、今回はあのこちらをピックアップさせていただきました。でえー、と気に入った点としましては、ですね OSS って結構こう皆さん業務で使われたりとか、あの身近なところにあったりとかすると思うんですけれども、いい OSS とか、えー、とあとはその OSS の,その全体の,そのキャッチアップって、僕も個人的にすごく難しいなと思ってるんですよ。 なので、えっと、その辺が、こう、まずはまとめられているのがすごく助かりましたっていうところですね。で、あと、その、OSS の品質みたいなところで、えー、結構、こう、GitHub のリポジトリとかにはいろいろあったりとかするんですけれども、まあ、その中で、こう、見分け方とかっていうのは、なかなか、こう、 どういう言語で実装されているかであったりですとか、あとはその,そのリポジトリがどのくらい評価されているかとか、あのスター s とかって言われるところですね、であとはそのどういったライセンスの規約でやられているかとかっていう観点を書いてくれているのは、非常にあ,のありがたいなと思ったブログでした。 はい、あの何か特定の,その OSS のツールとかを使ってやってみたっていうブログはよく見るんですけれども、OSS をこう、えー、紹介するみたいなブログはなかなかなかったので、その辺のまとまりっていうのも素晴らしいなと思ったところです。はい、であとはは、ね、OSS をこう使っってていいる感謝ううのは皆さんこう 使われている方はど心のどこかにあったりとかすると思うんですけれども、そのありがとうっていう気持ちをですね、えー、一番いい形だとそこに対して、えー、何かコントリビュートするっていうのがあ,のありがちなところだと思うんですけれども、それよりももうちょっと手軽な形で使ってるんだよってことを表明することで、えー、OSS の感謝をも、えー、OSS を使っている感謝の気持ちを示してますっていうその行動に実際映しているところがさらに素晴らしいなと思ったところでした。はい、えー、1個目、こんな感じですね。 でじゃあちょっと2個目のブログの紹介をさせていただければと思います。はい、えー、2個目はですね、駆け出し時代の自分に読ませたかった技術書18選、遠回りしまくった自分に送りたいっていうブログになります。でこちらを今回僕が選んだ理由なんですけれどもあの、技術書の読書って皆さんも感じてると思うんですけど、めっ ちちゃくちゃくく大変っていいうか難しくないですすかっていうところですねで量が多いですしあとはその、えー、と先輩とかに紹介してもらっても自分にこの技術ちょっと難しいなとか思ったりとかすることってよくあると思うんですよ。 で他にも、ですね結構こ,うこのブログ読んでみてよかったっていうのを紹介してるブログっていうのはいっぱいあるんですけれども、それよりもこう一歩、初心者の目線でっていうところで、読みやすいものっていうのを選んでるっていうところに、すごくこう個人的には共感しましたっていうところですね。であとはではすねその IT 初学者の方にこうよくありがちなというところで、通信だったりですとか、あとはその実際にコンピューターを動かすっていうところで、段はこはマウスでクリックとかっていう操作に慣れているんですけれども、CLI みたいなコマンドでこう動かすっていうところは慣れないみたいなところあったりとかすると思うんですが、そういったその当たり前というか、基礎的な技術であればあるほど、説明もあの理解も難しいと思いますので、そういったあのですかね研修であったりですとかっていうところに悩む、現場に。 助けになるようなブログになるんじゃないかなと思って今回はこのブログをピックアップさせていただきました。はい、えー、僕の選んだブログはこんな感じなんですけど、和田さん何かコメントあったりとかってしますかはい、ではいいチョイスですね。1点目の OSS のブログについてなんですけども、はい、はい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 。確かにこのどうやって使うのかだったりとか、はい、ま利用シーンだったりとか、実際のコマンドを打っている様子だったりとか、はい、この辺りがすごく たくさん載っていて、読んでる方はありがたいなって思いました。ちなみに、しゅんさんは、はい、実際に業務とかで使っている OSS ってありますかえっとですね、僕あの、実はこの中のやつ、使ってるやつなくって <laughs>、それはそれでちょっと恥ずかしいなとか思ったりとかしたんですけど、えー、っとなんですけど、一番上のところでこう紹介されているところで、えー、っ RTX っていうのがあの紹介されていたと思うんですけれども、それをですね、こう 一個前というか踏襲されてるアストドフっていうのはあの使ったことがあったので、えー、それをえさらにこう進化させた、た RTX のところはちょっと気になってましたがそのくらいの感じですね。ありがとうございます。二点目の書籍の紹介も、はい、いいと思いました。どんな内容が載っているか、はい、いはい、どんな内容が載っているかだったりとか、はい、どういう人にとってありがたいかっていうのが説明されていてうん、うん、すごくいい記事だと思います。 シュうさんはこの中で何か実際に読んだり、読んでいる本だったりってありますかこれもさっきの,あの OSS についてすごい恥ずかしいなと思ったんですけど、あんまり実はな,なくって、えーと、リーダブルコードとか、あとはあの体系的に学ぶ安全なウェブアプリケーションの作り方っていう本はあの紹介されている中で、僕も目を通したことがあったんですけれども、他のものはあんまりこう読んだことがなかったので、改めてこの機会にあの見てみようかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。でも この書き手の人たちがどういうことを考えてピックアップしたのかだったりとか、はい、どういう点が気に入ったのかっていうのは、それだけでもかなり読む価値がありますよね。そうですよね。そうですよね。ありがとうございます。はい。あのぜひ、こう最近 IT 業界に入ったんだよとかいう方にこう読んでもらいたいなと思うようなブログでした。はい。ありがとうございます。では、そうしましたらですね、和田さんの方からあの今回選んだブログっていうののお話を聞かせていただきたいんですけれども、 はい、えっと、最初にじゃあ和田さん選んだブログっていうのを紹介してもらってもよろしいですかはい。画面をお願いしていいですかはい、分かりました。でえっと、最初はこちらですかね。そうです。1点目が、このできるだけインフラ運用したくない、はい、Ruby on Rails on Google Cloud ということで、ははいはい、はい、このタイトルを見てほしいんですけど、うん、このできるだけインフラ運用したくない Ruby on Rails on Google Cloud。 つまり、<laughs> Google クラウドを使っていて、はい、Ruby on Rails を動かしていて、はい、その中でできるだけインフラ運用をしたくないという人にとっては、もうこれほどありがたい記事はないというのが、もうタイトルを見ただけでわかります。<laughs> なので、タイトルでこう何をしようとしていて、で内容がまあどうやってやっているのかというところは、詳細に説明されているんですけども、まさにこれがいい記事だと思ってピックアップしました。内容がですね、実践的で、はい、 実務に役に立ちまして、それを包括的に再現性高くまとめてくださっているので、こ私がこま,まさにこの内容で困っていたときに、この記事を見つけて、とてもありがたい思いをした記憶があります。で課題に対して、やはりそのベストプラクティスを使って解決しようとしている点。でそれでもなかなか解決できないっていうところに、まあ、実践的なオリジナリティを入れて解決しようとしている点。これらが素晴らしいと思って、 この記事を一つピックアップさせていただきました。これが1点目の記事になります。はい、ありがとうございます。そうしましたら、じゃあ2つ目お願いしてもよろしいでしょうか。はい。2点目の記事が、この CSS の Z インデックスのベストプラクティスを考えるという記事になりまして、皆さんの Z インデックスって聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあなんかその、 html の重なり合いとか、そういうイメージがあると思います。私もそうでした。はい。で、あの、私がずっとバックエンド開発をやっていて、フロントエンドのところはあまり明るくなかったんですけども、やっぱ全の開発と運用している中では、どうしても切っても切り離せない技術になります。で、そこで困っていたときに、この記事を見つけまして、 でも、Z インデックスって数字を大きくすれば上に来るんでしょぐらいの理解だったんですけども。同じ理解ですね。<laughs> ですよね。<laughs> まあでも実はそうではなくて、えー、スタッキングコンテキストというものがあって、まあ、それによってさらに重なり合いっていうところが最終的に決まるんだよっていう部分も解説されています。で、そういった要素も加味して、まあ、最終的にじゃあ Z インデックスをどのように設定するかっていう 実践的な内容が解説解説されていて、すごく個人的にありがたいなと思った記事になります。はい、以上です。はい、ありがとうございます。そうですよね。あのまあ、ちょっとあの最初のところからにはなるんですけれども、あのできるだけこうインフラ運用したくないのところですね。これはですね。タイトル付け、ほんと上手ですよね。そうですね。 僕もあのこう動画配信をさせていただいたりとかしていて、タイトル好きいつも悩んだりとかするんですけれども、こうパッとこう見て、はいえー、キャッチかつ、あの相手にこう伝わる端的な文章とかっていうのはすごく難しいと思うので、あの表現があの素晴らしいなっていうふうに思いました。でですね、僕もあのこのブログを拝見させていただいて、えっと 僕、実はですねあの恥ずかしながら、あんまり RubyOnRails での開発経験もなくって、Google クラウドでの運用とかっていうのもこう経験がなかったりとかするので、出てきたワードとかっていうのがこうえっと分かりづらいというか、なんていうんですかね、ぱっと理解できるものっていうのはあんまりこうなかったんですけれども、何かあのここで書いてある内容って、でも全体を通して、他のところにも応用できるんじゃないかなとかっていうふうには思ってたりとかしていて、なんかこう、和田さん、今回こうできるだけインフラ運用したくないっていうところで、 記事を選ばれれたと思うんですけれどもそのなるべくそのインフラ運用をこう楽にする原則みたいなものって、ほかにも応用できる形で何かこう和田さんってあると思ったりとかしますかそうですね、個人の考えにはなるんですけども、はい、先ほどしゅんさんがおっしゃったように、Google Cloud の部分は AWS に変えられることもできますし、はいはい、Ruby on Rails のところはアプリケーションフレームワークという意味で、はい、NEXTJS だったりとか、Java のフレームワークだったりとか。 そうういいいっったもものに置き換わるるていうシーンもあると思いますそれらを使ってアプリケーションを運用するっていうシーンは、まあ、いろんなところであると思うんですけどもうん、うん、個人的にはやはり構成をシンプルに保つというのが一つインフラの運用を楽にすることにつながるんじゃないかなと思いますね。 ありがとうございます。そうですよね。僕あの、AWS の運用はちょっと経験したことがあるんですけれども、その時もですね、あのいろんなサービス使いすぎちゃって、こう何が何たかよく分からないとかなったりとかしましたので、<laughs> はい、あの構成をシンプルに保つっていうのは、すごくこう共感できる内容でした。はい、ありがとうございます。で、あとですね、あの高校の,その、えー、と Z インデックスのベストプラクティスを考えるっていうところに関しましては、えっ、ー、と、 はい僕もですね、実は Z インデックスあんまり分かってなくって、シンプルにその数字だけの世界なのかなっていうふうに思っていたんですけれども、あの改めてそのいろんな要素を整理していくと、えー、子要素、親要素みたいなものがあったりですとか、はいあの ある程度まとめることができるとかっていうところで、えー、とウェブページってこう作っていくにあたって、重なりはこう避けて通れない道だと思うんですよね。なので、あの絶対こうみんなもやっていく中で、えー、困ったりとかする部分ではあると思いますので、そういったところの,そのまとめというか、知見が書かれているブログとして素晴らしいなというふうに思いました。あのはい、質問とかじゃなくて、ただの感想になっちゃったんですけれど、<laughs> はい、すごくいいブログだなというふうに思いますはい、ありがとうございます。 はいそれではですね今回の僕らがピックアップしたブログっていうのは以上になるんですけれども、和、え、田、ー、さん、今回なんか、ピックアップっていうのを初めてやってみたと思うんですけど、やってみていかがでしたそうですね、一つ思ったのは、やはりそのピックアップする基準というか、観点が違うなというのと、はい、当たり前かもしれませんが、その観点が違うと、実際にピックアップする記事の内容だったりとか、傾向も違うなっていうのが、すごく面白かったポイントです。いやー、そうですよね。 かります僕もですねこう今回はこの、えっと、方向で選ばさせてもらいますっていう方向で行かせてもらったんですけれども結構、その観点見る上でも悩んだんですよね、うん、あのすごくこう技術的に共感できるっていう分野で行くのかとかあこの書籍、僕も読んだことあるっていう,こう分野で行くのかとかっていうのもあったりとかする中でこう、はい、あのいろんな観点あるなっていうのを選んでみて改めて思いましたであの和田さんがですね今回こういった目線で選ぶんだってうも個人的にはすごく勉強になって。 あのこの企画ですね、継続してあのいろんな方にこうぜひ、えー、ピックアップしていただきたいなと思った次第でしたそうですね、ちなみに、しゅんさんはこの記事を探すときって、どうやって探したんですかあ、これ探すときでいいですか、はいあ、僕はまず最初にこう、まずは全の,のランキングであったりですとか、トップページからこう探させてはもらったんですけれども、なんかこう、はい、やっぱ、 共通になる軸が最初に必要だなと思って、でその中で僕がその最初に選んだ軸があの、冒頭のところでもお話しさせていただいた、ある程度こうみんなから評価されてるとか、SNS でシェアされてるっていうところだったんですよ。なので、の X であったりですとか、そういった SNS を活用して、えー、多くの方にこうシェアされてるっていうところでこう選ばさせてっていうか、はい絞らさせていただきました。ありがとうございいますはい、和田さん、ちなみに何かその辺ってこう探し方ってあったりとかするんですか ああ、いい質問ですね。<laughs> もう、先ほど、冒頭であの話した自分に刺さった記事ということで、本当に業務で困っていて、Google 検索した<ー>たまたまこの禅の記事が出てきた <laughs> 次第でございます。いや、でもやっぱそうですよね。あの助けられたブログとかっていうのは、ああのやっぱあると思いますので、大体あの IT 技術のその、 ブログ検索するときとかっていうのも、自分がこう直面した問題で検索したりとかすると思いますので、そうなんですよね。はいあのちなみに、全員以外でもそういうブログはいっぱいあったりとかするので、また何かの機会にこう皆さんにもお届けしていけたらなとかっていうのは、ちょっと考えたりとかしています例えば、AWS で検索すると、デベロッパー材料が出てきます、ね、あー出まますよね <laughs> はい、あのー、個人的ににめちゃくちゃゃくお世話になってます なかの人もやっぱね,ね、はい、助けられますよね、あれってね。はい、そうなんですね。はい、いやありがとうございます。ちょっとまた、はい、ぜひあの、これからも継続してやっていければと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あとなんか、和田さん、今日でって宣伝することがあったと思うんですけれども、えーはい、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、1点だけ失礼して、今のデベロッパー作用という。はい クラスメソッド社が運営するオウンドメディアの話が出てきたと思うんですけども、前にもですね、えっと、パブリケーションという、前上で、はいはい、前上でチームのメディアを運営できる機能がございまして、こちらで例えば会社のブログでだったりですとか、チームのブログだったりですとか、はい、そういったものを展開できます。で、えー、じゃあこのブログを、機能を使って、どうやってパブリケーションを育てていけばいいんだというところで、うん ちょっと時期は未定ではあるんですが、オウンドメディアを成長させる秘訣みたいなものを、私が全、はい、の運営の代表として、えー、デベロッパー採用の運営の方に聞こうと思ってます。このイベントを企画しておりますので、はい、興味がある方はぜひ。全の,のパブリケーションはあ,のあんまりこうご存知ないよって方もいらっしゃるかと思いますので、概要欄の方にあの URL を載せておきますので、もしあの気になった方は見ていただけると嬉しいです。はい。 という形でえっ、ー、とじゃあ今日はあの全能記事をピックアップっていうところで運営の和田さんと一緒にお届けをさせていただきました和田さん本日はどうもありがとうございましたはいありがとうございましたいつも動画をご覧くださりありがとうございますこのチャンネルでは引き続き皆さんに有益な IT 情報やクラスメソッドに関する情報をお届けしていければという風に思っております、えー、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますそれではまた